こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は買い物するだけ Amazon 輸出ということでね、 Amazon 輸出、やっぱり一番稼ぎやすいというお話です。最近、Amazon のポリシーが変更して、ちょっと Amazon で扱う商品とかね、注意が必要というお話を、いくつか動画とか記事とかで書きました。そしてね、結構、何を やればいいんだかわからない、今のままじゃダメなんですかというような相談をね、何件かいただいたんで、それに対する回答を、結局今稼げてる、あるいは今やってることプラス何かすごい簡単なことだけで稼げるならですね、その方法で稼げなくなるまで続けるのが一番と。本業でやっててね、生活かかってる場合は、あらかじめ面倒くさくてもね、先回りして何かやった方がいいんですけど、副業の方とかね、別に Amazon の所得がなくなっても困りはしないと、いう方の場合はもう Amazon 輸出で、稼げるだけ稼ぐというのがいいです。なぜならね、やっぱ買い物するだけで納品するだけとかね、やっぱり教えてて一番簡単なのはやっぱ Amazon 輸出、成果も出やすいし、利益も出やすいということが言えます。ただ Amazon 輸出だけでやる場合はね、今まで全く問題なかった商品でも一部は使わない方がいい商品というのが出てきてます。で、よくある勘違いでね、ガイドラインを守ってもアカウントを削除されることがあります。これね、きちんとやってればアカウント削除されないというふうにね、思ってるというか、情報を発信してる方多いんですけど、きちんとやってるかやってないかっていう判断ができないからね、証拠を出せと言われて、その証拠がね、用意できない場合もあるんで、削除されるというケースがあります。それは話してもね、分かってもらえないことが大部分なんで、逆にそういう事態にならないように対策をする、そういう事態になってもいいように対策をするというのが必要です。これは主に、中国のコピー商品の氾濫が原因でね、その割を食ってしまってるんですけど、それはみんな同じ条件なんでですね、なんとかその条件に引っかからないように、あるいは危ない商品を扱わないように、注意をしてというか、気をつけて運営していくと。商品等ね、何がダメなんですかとか、これ大丈夫ですかというのは、本当ケースバイケースなんで、ご相談ください。で、その他、ヤフオク、これヤフオク仕入れをすると利益率上がります。ただね、ヤフオクやんなきゃいけないのかと思っちゃった方いるみたいなんですけど、別に必須じゃないです。ヤフオク仕入れをしなくても大丈夫、必須ではないです、他でもね、いくらでも仕入れる場所はありますんで大丈夫です。それから日本アマゾン、日本アマゾンも日本もやんなきゃいけないんですかと、それは見比べてね、日本で売った方が、早く換金化できるなとか、そういうこともありますけど、別にこれも必須じゃないと、何か一点だけやるのに何がいいかって言ったらやっぱり利益を出しやすいのはアマゾン輸出と、はじめはアマゾン輸出が一番利益を出しやすいんで、日本アマゾンはやらなくても大丈夫です。で、アマゾン輸出をやる場合はですね、商品に気をつける。で、どういう商品がいいかは、個別にサポートしてますので、またご質問ください。何しろ輸出して儲かる商品を見つけるのは、一番短時間でできるのはアマゾン輸出と。1ヶ月、2ヶ月で売り上げ1000ドル、2000ドル、あるいは人によっては5000ドル以上売れてますけど、そのスピードで売れるっていうのはね、やっぱ Amazon 輸出以外にはありえないです。それから eBay。eBay はね、やり取り等があるんですけど、やり取り等がたくさんあるってことは逆にリピーターにしやすいと。あと、高額商品はね、FBA に送って、FBA の倉庫からアメリカ品質の輸送されるよりは、厳重に梱包してですね、日本から EMS で送った方が無難であるというのが言えます。ただ、これもやっぱり必須じゃないです。で、eBay をやるならね、オーストラリアってのは結構いい市場なんで、オーストラリアでもやった方がいいと。これまた必須ではない。で、自分で作ったネットショップ。ネットショップならね、好きな、随分先の予約販売とかね、受注されてから商品探すとか、好き勝手な売り方できますけど、これもまた、必須じゃないと。あれもこれもね、いろいろ自分で何やるか決めてやんなきゃいけないんですかというふうにね、取っちゃった人、いるようなんですけど、そんなことはないです。効率のいい稼ぎ方としてですね、あるいは稼ぎ方を強くするために、これらを組み合わせるって方法もありますけど、
まあ、そうじゃなくて Amazon 輸出1本で全然稼げます。でまた他のをね組み合わせた方がいいのかどうかまたお話しながら、eBay をやるならこういうことやりますと、ね、ヤフオクやるならこういうことやりますっていうのを、話させていただいて、あるいはチャットワークでやり取りして、まあ、その結果ね、じゃあ自分で、まあ、eBay なら簡単にできるな、あるいはねヤフオクなら簡単にできるなということであれば組み合わせてもらえばいいと、まあ、そのために必要な時間とか労力とかね何やるかっていうのはもうあらかじめ、お話ししますんでお気軽にご相談ください。何しろまあ、単純に商品を見つけてね送るだけで儲かるってのはやっぱ Amazon 輸出の良さなんで、まあ、まずはここに集中してね、稼げるんだと、輸出で稼げるんだと、物販でお金、売り上げ上がるんだというのを、実感していくのが第一と。でその先、まあ、もっと稼ぎたいとかね、もっと働く時間を短くしたいとか、いうのが出てきた時に、またそれはご相談いただければ他何を組み合わせたらいいかというのは、アドバイスさせていただきます。まずは Amazon 輸出で売れて儲かる商品の探し方、それを学ぶというのをね、最優先にやっていただければと思います。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。